目をつぶって大きく深呼吸を一回してください意識を第一チャクラ尾テ骨のあたりに向け何度も深呼吸をしてみましょう意識を尾テ骨のあたりに向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょううーん そしてお腹を膨らませて、吸い気とともに赤色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともにビッテイコザナタが暖かな赤色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながらお腹をを含ませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。うーん。 大地桜を描くと上手なグランディングができます。想像力を100万倍と合せて自分自身が母なる大地のエネルギーとしっかりとつながっているところをイメージしてください。大きな安定感を得ている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになりとってもいい気分です。うんー 今度は意識を第二者から下に向け何度も深呼吸をしてください意識を下に向け次の音を聞きながらお腹へこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう,うーん そしてお腹をふか膨らませて、吸い息とともに、オレンジ色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに、下腹が温かな、オレンジ色に考えているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。うー 第2チャクルを選ぶと人生を情熱的に生きることができます。想像力を100万倍当らせて自分自身が生きる希望に溢れている様子をイメージしてください。人生を情熱的に生きている様子をイメージしてください。そうしていると心が豊かになりとってもいい気分です。うー 雑念が浮かんできたら、決して頭の中で展開することなしに、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れをまやき、その中に投げ込んでしまいましょう。ぬめかに襲われそうになったら、手と足の筋肉にグッと力を入れて、何度も深呼吸をしてください。さあ、今度は意識を第三チャクラ、水落ちに向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を水落ちに向け、 次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。おお。そして、お腹をへらませながら、とと吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とと,ともに、水落ちがきれい。 黄色に輝いているところを想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。おー第3チャクラを開くと、自信とパワーがみなぎります。 想像力を100万倍当たらせて呼吸と,とともに自分自身に大きな自信が湧き上がってくる様子を想像してください大きなパワーが湧き上がってくる様子を想像してくださいそうしていると心が豊かになりとってもいい気分ですおー そこン意識を第四チャクラ胸に向け何度も深呼吸をしてみましょう意識を胸に向け次の音を聞きながらお腹を膨らませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょうあそしてお腹を膨らませながら吸う人ともに 緑色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息と、ともに胸がきれい。緑色に輝てる様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息をなんか吐きましょう。ああ 第4チャクラを開くと無条ーケエネルギーを感じます。想像力を100万倍当たらせて、自分自身が自分を愛し、他者を愛している様子をイメージしてください。そうしてると、他者からも愛され、無条件のエネルギーを感じてることができ、とってもいい気分です。ああ。 今度意識を第5チャクラ喉に向け何度も深呼吸をしてみましょう意識を喉に向け次の音を聞きながらお腹をへませながら口角を上げて穴から息を長く吐きましょうえー そして、お腹を膨らませながら、吸い息とともに、青い光を吸い込んでいる様子をイメージしてください。吐く息とともに、喉が、美しい青色に、輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹を膨かませながら、口角を上げて、鼻かれ息を長く吐きましょう。ええー さあ第5チャクラを開くと素晴らしいコミュニケーション能力を得られます。想像力を100万倍足らせて自分自身カ自分の思いを自由に人に話している様子をイメージしてください。人の話も心よく聞けている様子をイメージしてください。素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると心が豊かになりとってもいい気分です。えー 今度は意識第6チャクラ頭の中心に向け何度も深呼吸をしてみましょう意識を頭の中心に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角かくげて鼻から息を長く吐きましょうイーー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 ー 膨らませながら吸う人と,ともにア色の光を吸い込んでください。吐く人ともに頭の中心が美しいア色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながらお腹を弾ませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。イー そして、第六チャクラを開くと、素晴らしい洞察力にあふれます。想像力を100万倍当たらわせて、自分自身が真実を見通している様子をイメージしてください。直感力にあふれている様子をイメージしてください。アイデアがどんどん湧いている様子をイメージしてください。そうしていると、心が豊かになり、とってもいい気分です。 雑念が浮かんできたら目の前にとうとうと流れる宇宙エネルギーの流れをもいきその中に投げ込んでしまいましょう眠くなお裾やそうになったら手と足の筋肉にグッと力を入れて何度も深呼吸をしてください ンド意識を第7チャクラ、頭頂に向けて何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭頂に向け次の音を聞きながらお腹をへこませながら口角を上げて鼻から息を長く吐きましょう。うーん そして、お腹ををか,かませながら、吸いきとともに、紫色の光を吸い込んでいるところを想像してください。吐く息とともに、頭頂が美し、い紫色に輝いている様子を想像してください。次の音を聞きながら、お腹をへかませながら、口角を上げて、鼻から息をなく吐きましょう。うーん チャクラクくン、ワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍でらせて自分自身が工事の世界とつながっている様子をイメージしてください。そして、すべてを理解し、すべてを知る。すべては一つあるという、ワンネスの世界をイメージしましょう。そうして、ると、心が豊かになりとってもいい気分です。んー さあ、この高い意識状態において今世の目的を探るということを行ってみましょうまずガイドに出会います意識を頭上はるか彼方に向けてくださいそして美しい光の玉が一つ皆さんの方向に光も速いことで宇宙の中心から近づいてくる様子をイメージしてくださいとっても美しく光り輝く光の玉ですがまぶしいということはありません 美しく光り輝く光の玉それをイメージしてみましょうさあその光の玉はどんどん近づいてきて目の前にやっていきますガイドに出会えたことに感謝をしその光の玉を見つめているとやがてその光の玉は人型に変化をしていきますさああなたが親しみを持ち尊敬できるような人型を想像力を100万倍働かせて思い描いてください あれやこれや浮かんできたら一番最初に浮かんできたものを採用しましょうそしてその人型がしっかりと光り輝く様子も感じ取ってみましょうさあどん,光どんな人の玉がどんな人型になっていったでしょうか想像力を100万倍働かせてお前が言ってください。 さあガイドの様子を感じ取った足を一歩前に踏み出すとガイドは皆さんの方向にスーッと近づいてくれますガイドをギュッと抱きしめてくださいガイドの感触を感じ取ってみましょうガイドの香りとか雰囲気も感じ取ってみてくださいそして最後にギュッと抱きしめるとガイドは皆さんの体の中にスーッと入っていってくれます ガイドとの一体感を感じ取りましょうガイドのエネルギーが胸からの足のつま先胸から手の指先胸から頭のてっぺんに広がっていく様子を求いてくださいさあガイドと一体化するとガイドからのメッセージを受け取りますガイドにたくさん褒めてもらってください さあガイドに褒めてもらったら今度は後ろ側をイメージの中で後ろ側を向いてみるとそこには魂としてのあなたが作ってきた人生のパノラマそれを想像することができます想像力を100万倍あたらせて自分自身の人生のパノラマ自分自身の一生がどのように設計されているか それが分かる人生のパナロマを想像力を100万倍にたらせて思い描いてください。そしてその人生のパナロマにずっとズームインしていくと人生のパナロマの入り口のあたりにお父さんとお母さんの魂があなたを出迎えてくれています。想像力を100万倍にたらせてお父さんとお母さんの魂を思い描いてみてください。 そしてお父さんとお母さんの魂に愛のエネルギーを送りましょう。そうすると送った何倍ものエネルギーが送り返されてきます。さあさあにまたそのやってきたエネルギーをお父さんとお母さんの魂に送ってください。そうするとその何倍ものエネルギーがまた送り返されてきます。お父さんとお母さんとあなたとの間で愛のエネルギーのやりとりがなされている様子を紛れてみてください。とってもいい気分です。 さあこれからお父さんやお母さんとどんな魂とどんな約束をしてきたのかそれを感じ取ってみましょうまず一番最初はお父さん思い描いてみてくださいお父さんそしてお父さんの魂とどんな体験をしどんな目的を持って親子関係を結んだのかそれをメッセージとして思い浮かべ それを紙に書いてください。3分間こちらの方で時間を計っています。2分半経ったら深呼吸を3回してくださいと言いますので、2分半の間しっかりと書き続けてください。そして途中で札が止まったら目をつぶって深呼吸を3回するということを行いましょう。さあ、こちらの方で時間を計っています。はい、始めてください。 どんどん紙に書いてください。頭の中でまとめてから書こうとするのではなく、どんどん書くと次が浮かんでいきます。どんどん書きましょう。良いメッセージを書こうとするのではなく、何でもいいから浮かばせて書くということをしてください。どんな体験をし、どんな目的でおって親子関係を結んだのか、どんどん書いていきましょう。 自然に頭の中に浮かんでくるのを待つのようではなく積極的に思い浮かばせて紙に書くということを行ってください自分の思考かガイドからのメッセージかは区別せずにどんどん思い浮かばせて思い浮かんだものを紙に書くどんどん書いていきましょう 書いてあることを書き終えたら、目をつぶって、深呼吸を三回してください。さあ、今度は、お母さんです。お母さん、どんどんな体験をし。 その人その魂をハートする目的は何でしょうか思い浮かばせで紙に書いてください一旦お願いします実際に自分のお母さんのことを思い描いて お母さんとの関係を振り返ってお母さんとお母さんの魂とどんな体験をすると約束したのかそしてその魂をその人ハートする目的がないか思い浮かぶせてどんどん書きましょう 良いメッセージが浮かんできたら書こうとするのではなく自分から積極的に作文をするような感じで自分から文を作文をするような感じで書いていってください。 海賊が宝箱を掘り出すときも、泥をたくさん掘った後に、宝箱が出てきます。泥か宝か。メッセージとしては、区別するお楽しみにどん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 書いていってください。これは泥か宝か、判断しながら書こうとするのではなく、どんどん両方とも書いちゃいましょう。 今度は目をつぶって2分半経ちましたので目をつぶって深呼吸を3回してくださいさあ今度はこれまでに出会った重要な人生まれてから今日の年齢にまで出会った重要な人その人を一人思い浮かべて その人とその魂とどんな体験をしその人とでは目的がないか頭の中に思い浮かべてそれを紙に書いてくださいまず一番最初に浮かんできた人は誰でしょうかその人の名前を書いてその後にどんな体験をしでは目的がないかどんどん紙に書きましょう 自分自身が普通の式状態で思考しながら作文をしているのと同じような感覚で頭の中に浮かんできたことをどんどん書いていってください瞑想の状態だから特別なことが思い浮かんでくるというふうに期待せずにどんどん紙に書けば書くほどいいメッセージがやっています主話選択をしたり解釈をしたりしようとしていると メッセージが込んでこなくなります。どん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 書き出してください。さあ、2分半分経ちました。目をつぶって大きく深呼吸を3回しましょう。さあ、今度は次のページです。未来に出会う重要な人。未来に出会う重要な人。そんなキーワードで一人思い浮かべてみてください。そして、その人。 人はどんな人なのかそしてその人とどんな体験をしどんな目的を共有しているのか書いてからのメッセージを受け取り紙に書いてくださいどんどん書きましょう書けば角度次のメッセージがやっていきます お友達とか仕事仲間とか恋愛のパートナーとか子供とかさあどんな人のことが分かる人でしょうかその人の様子を書きどんな体験をしでは元気がないかどんどん紙に書いていってください。 3分半経ちました今書いてあることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してくださいさあそのような人々の出会いということがあなたの人生での体験です。 そのような人生の体験をするということは人生全体での目的は何なんでしょうかそのような体験をするということは人生全体での目的は何でしょうかの思い浮かせて紙に書いてください。 2分半経しました今書いてあることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してくださいさあこれで最後ですさあ人生のパノラマをずーっとズームアウトしてイメージしてください そうすると、そこに、ひときわ光り輝く選択肢の連続があります。それが魂が定めた人生の幹線道路です。人生のパノの中に人生の幹線道路をイメージ。現在の年齢の時点では、現時点では自分ちが人生の幹線道路上にいるか否か聞いてみてください。そして、どのようにすれば よりよ良い方向に進めるかも聞いてみてください。はい、思い浮かんできたことを紙に書きましょう。幹線道路上にいるか否か、上か否かのどっちかに丸をつけて、そしてどのようにすればより良い方向に進めるか、メッセージを浮かばせて紙に書きましょう。 書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してくださいさあそしたら宇宙の位置に出たことさまざまなメッセージを受け取れるとことを感謝をしていると。 うちの位置は目の前に人がとなって、人形となって、現れます。うちの位置に感謝の意味に送っていると、やがてうちの位置は光るともとなり、宇宙の中心に戻っていきます。見送ってあげてください。うちの位置を見送ったら、意識をゆっくりと。 肉体のれている時間と空間に戻します。激しい運動をした後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラのエネルギーを沈めましょう。第7チャクラ、頭頂のエネルギーが沈まります。うん。レイチャクラの頭の中心のエネルギーが沈まります。イーー。 第5チャクラ喉のエネルギーが静まります、えー、第4チャクラ胸のエネルギーが静まりますあん第3チャクラ水落ちのエネルギーが静まりますおー そして、第2チャクラ。下腹のエネルギーが沈まりますうーん。第1チャクラ。ビーテイゴチャナトネルギーが沈まりますうーん。意識をゆっくりと、ゆっくりと戻しましょう。意識が戻ったから、手と足の指先を動かしてください。手首、足首を動かしてください。 体全体の筋肉にぐっと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識を戻したら軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。